音楽は世界の言葉。私たちと世界を結ぶ平和の絆です。1957年、静岡県浜松基地に空の音楽隊が産声を上げた。18人の小さな音楽隊は、東京都立川市にその拠点を移し、45人の大所帯になった。1961年2月1日、航空音楽隊編成。我々の60年の歴史が始まった。空飛ぶ音楽隊として創設当初から積極的に全国を飛び回り、国民や仲間たちに音楽を届けた。二度のオリンピックにも参加。大きな舞台で音楽隊はますます力をつけていった。今では当たり前となった吹奏楽でジャズやポップスを演奏する先駆けとなったのも航空中央音楽隊。常に新しいスタイル、新しいサウンドを追求し、多くの録音を残してきた。1972年には人気作曲家の斉藤貴信氏を隊長として招聘。規制の枠にとらわれない自由な発想とチャレンジ精神が航空中央音楽隊の確固たるカラーとなった。昭和から平成へと時代は移り変わり、世界的なコンクールでの優勝、そして作曲作品が全日本吹奏楽コンクールの課題曲へ選出されるなど、多くの隊員の活躍により音楽隊はさらなる飛躍を遂げた。そして音楽隊はついに世界へ。1999年にはカナダ、アメリカにおいて初となる海外派遣演奏を行い、音楽隊は世界の架け橋となった。半世紀の時が経ち、その活動が世界に認められようと、決しておごらず、国民に寄り添い、国を代表する音楽隊として航空中央音楽隊は常に前進を続けた。2021年、世界が大きな困難に立ち向かう中、我々にできることは。60年の歴史で航空中央音楽隊が築いてきた音。航空中央音楽隊を支えた人。そして世界と国民との絆を胸に、さらなる高みを目指して新たな時代を切り開く。きっといつか音楽を届けられるその日を信じて。